はい、こんばんは、アマゴです。今日は万願寺唐辛子とちりめんじゃこの炒め煮をします。ブランド京野菜の万願寺唐辛子ですね。はい、ちりめんじゃこ、かつお節、砂糖ね、ごま油で醤油ですね。料理酒、本みりん、以上の材料を使います。形が違うだけでピーマンにそっくりですよね。甘唐辛子の一種です。ヘタを切りましょう。ちょっと歪んでいるので縦に切りにくいよね。はい、種はね、ピーマンに比べて少ないです。ではね、斜めに切ります。はい、ごま油を入れましょうね。風味がありますからね。はい、ちりめんじゃこを入れます。はい、万願寺唐辛子を入れます。いい色やね。はい、料理酒を入れます。適量です。はい、これも同じよね。本みりん、適量を入れます。続いて砂糖ね、これもね適量ですな。はい、ちょっと混ぜましょう。醤油を入れましょう。はい、京都ではね、万願寺甘唐と呼ばれております。かつお節を入れましょう。
はい、出来上がりです。京都のおばんざいでございます。ではね、今回はこれで失礼いたします。ありがとうございました。